急に電話かかってきた。日の丸背負うプレッシャー。田中がマー君とか、はい、マイケンとか。タイミング的にはね、アウトかなという。終わってみれば楽しかったし。山本浩二さんと言いますと、WBC で2013年は監督をおやりになりましたね。はい。この WBC も実はすんなりなかなか決まんなかったんですよね。監督がね。監督が、まず監督も決まんなかった。秋山とか候補になったんだよね。はいはい。原辰徳もそうだったと思うんだけど。結局現役の監督でもあるし、誇示したっていうんで。で、一応候補にもなって、新聞にも載って、うん、うちの前、記者が何人か来たんやけど。張り込みで、はい。いや、何にも話ないよというんで、1ヶ月ぐらい経って、あ、これでもうないなと思ってたの。はい。急に電話かかってきたわけ。うん。これはコミッショナーの方から、王さんと、うん、王さんも電話かかって。それでやってくれんかということでね。やっぱり来れば絶対受ける。うんうんうん。日の丸だよ。そりゃそうですよ。で、監督受けて、で、まずじゃあそうするとコーチングスタッフも決めなきゃ。そう。その当時も東尾と、はい、この名球会とかいろんなあれで一緒になってて、で、まあ野球の考えとかで東尾のイメージって、はい、皆さんちょっとチャランプランに見えるやろうけど、全然違うんだよ。俺は言っとかないなんて。いやいや、負けん気の強い人ですよね。負けん気も強いし、あの性格で結構、何やろ、神経質的なものを持ってます。まあ、それで、投手の総合コーチみたいなのやってもらって、それから、まあ、野手の総合を、まあ、なしだ。で、バッティングコーチを、はい、立浪。立浪。はい。立浪って、今の選手と若い、近いから、うん、年齢が。それでバッティングコーチに。頼んだ、うんうん、もちろん二つ返事。二つ返事。で、いろいろそうやってコーチングスタッフが決まっていく中で、で、次はこう、じゃあ、どの選手を代表選手として入れるかっていうのを決めなきゃいけない。はい。でもこれも順調じゃなかったでしょ？メジャーリーガー一切なし。ね。だから黒田もいなきゃ、はいはい。そうでしたね。黒田もいない。青木もね、青木もメジャー行ってて、大事な年だからって、青木はもう、浩二さんに協力したいって言ってたわけ。あ、それじゃあもう、純和風でいこうと、はいはいはい。そのメンバーを見るとですね、今メジャーにいる田中のマー君とか、はい、マイケンとかマイケンがいた、うん、野手だとキャプテンに新之助、はい、安倍新之助ですね、まず頼んで、はい、もちろん早人もそうだし長野とか、いや、そうそうたるメンバーがいるんですけど、うん、各チームはそれだけのものを持ってる力ある選手ばかりだから、はいはい、あとはどういうふうに組み合わせるかだけでね、あとはね、大事なのはね、スタッフかな、うんうん、浦方さんのデータとか、これはね、原監督が協力してくれたの。まあ、そうジャイアンツのスコアラーを出しますと。出してくれて。確かに、だって予備知識全くない選手ばっかりですもんね。これはね、まあ、データを集めるっていうのは大変なことなんやから。うん、だからもう、選手はもうやるしかないっていう感じで入ったわけ。うん、ただ、結構日の丸背負うプレッシャーってみんな感じるのよ。で、本番が始まった。はい。ブラジル戦でね、相手のそのあれ見ると、まあ、よくいいのが3番とぐらい、3番バッターぐらいかなっていうぐらい。うん。楽勝だと思ったら、えらい間違いでね。向こうは伸び伸び来る。こっちはプレッシャーかかるってんでね。途中まで負けてたのよ。これは参ったなっていうのが。もう、つまり初戦から、もう背中の日の丸が重いわけですね、プレッシャーとして。で、コーチ連中も、毎回ゲーム終わって部屋に来てミーティングやるんやけど、やっぱりでもとてもじゃないが最初のミーティングなんかかまいったなこれは、やから、だからその後の中国戦も結構苦戦したんやけど、うん、勝って、で最後台湾か、そう、その台湾戦ですよね、まあ、1点ビハインド、9回2アウト、2アウトランナー1塁、1点ビハインド、鳥谷、その時にもうそれをデータでこのピッチャーが出てきたら牽制は何点何秒でというのがあるわけ、はいはい、出てくるわけで、鳥谷が2アウトから吹いてたんか、それでこのピッチャーは何点何秒で、ギリギリセーフになるかアウトになるかというところ、 いけると思えばいけというふうなサインを出してるから、で、浩二さんはじゃあそうすると鳥谷が走った瞬間どんな気持ちだったんですか、あの時。いや、もうセーフになってくるしかないわ。うん、走ると思ってました。
思ってたよ。あ、そうですか。鳥谷の足もあるし、はいはい、ちょうどベンチが一塁からベンチから見てるとタイミング的にはねアウトかなというタイミングでもあったわけよ。ほうほうほう。横にしてくれた時はどれだけ嬉しかったかなでもそれでもまだ負けてるわけ、はい、反対これ井端がスーパーサブの役割やったわけ。井端はところが調子が良かったのよ一戦から。パッと見た時にね左中間がめっちゃ空いてるの。おうおう。一塁側から見た時に、はい、センター右の方でこうしながらね、そこに打ってくれんかなと本当に思ったら、そしたらその通り言ったんだ、はい、万歳ですね。万歳万歳。それでやっと同点だった、はい、これであの延長になった、先頭バッターの、あいつ相川がヒットをセンター前で、次がね糸井なの、うん、でその前の打席かなんかでバントさせてるわけ。糸井が私の顔を見てバントっていくからベンチで大きな声出して糸井打てーって言うまあこんなこと言っちゃう本人悪いかもわからんけど、サインあんまり覚えられんやつだったわけそういうデータが入ってきてるわけ。これはなしだから入ってくるわけで、まずそこであの1点取って、あと抑えが最後牧田やったかな。ものすごい思い出がある。だからその前にやっぱり野球って9回終わるまで分からんし、そこからいろいろあるじゃないポイントって、はいはい、これがもろにあったね。あの台湾戦は準決勝でプエルトリコに3対1の負けだったっていう、うん、これがそれこそグリーンライト、グリーンライト、あのダブルスチールのところなんですけれど、左ピッチャーでこれほどモーションの大きいやついないわけ。これ出てきた時にはこういった作戦をするよっていうのはもうミーティングで決めたわけで、それでまああの負けてて、その左ピッチャーが出てきたわけ、うん、まあ井端がねやっぱりベテランだったんかな、ちょっと躊躇したんだよね。もう完全に走りますよという姿勢でいったもんだから、内川が、内川ですね、もう走ったもうもんだと思って見ずに走った、はい、相手のキャッチャーがメジャーでナンバーワンのキャッチャーなの。肩がいいし頭いいからサードは間に合わんと思ってセカンドへ投げる可能性があるという、内川はそういう判断があるから、これはもう叩かれたよ。いや叩かれましたよね。叩かれたけどね、言い訳は何にも知らん、うん、よしと思ってやったと。我々日本プロ野球ファンはもう優勝しかないよねっていうのがあったから、うんうん、厳しかったですよね、論調が。新聞とか非常にやられたね。まあ番記者っていうかついてきてる記者が、でも1ヶ月以上もう一緒にやってるわけ、ね、はいはい、これが手のひら返された時にはショックやったねまあでもこれがまあ勝負の世界なんだけどね、これはちょっとカチンときたね。おまけにねテレビでねコメンテーター、うん、これが言ったのが頭へきてね、後にあのゴルフのコンペでね一緒になったのよ、はい、日の丸背負ってやっとんだと。それがねこんなことをしてるとかね、どういうつもりだと、うん、これだけ一生懸命やってる、でおまけにその司会者たるもんがねこんなこと言っちゃいかんよ、ちょっと怒ったことある、うん、まあそれほどね厳しいこと言われた。でもね終わってみれば楽しかったし、うん、そのグリーンライトも失敗した、まあ失敗した、結果的に失敗してるんだけど、作戦的には間違ってなかったと思うし。さて、来年いよいよ東京オリンピックがあって、はい、名球会のこう稲葉さんが監督で日の丸をまた背負うんですけど、ね、はい、日の丸を背負った先輩として稲葉さんにアドバイス。いやもうね、まあ、何回かあって話はしたんやけど、やっぱり日の丸を背負うっていうことをのその意味をね、うん、もう本人分かってるよ。だってもう同じように練習やってるじゃない、去年プレミアもやってるし、まあ、WBC も選手で出てますからね。うん、そうそう、はいはいはい、だからまああとは選手に任せるっていうかな、信頼してっていう話やろうね、うん、まあだからこそ言える出るだろう、言うところにある。長嶋さんとか王さんとの関係泣きましたね。いい話ですね、なかなかこれは聞けないですよ。